でもねやっぱ女性も、ね、いろいろと理由があるんでしょうね、あ<ー>まあ夜の店働くって別に偏見じゃないけどはい、はい、何か人に言えないこともあったりするわけでま,あまあ、ね、真っとうの人が言い方悪いけど<ー>俺も水処分したから分かるけど、はい、真っ当なの人が働くようなところでもなかったりするわけよ、うん、<laughs> 見事に全員、訳ありやったわ、モグラについた女の子は右の体全部、わぼり入れてて全わぼり、もうそれ見せてた。 うん、で触っていいですよみたいな触ったら触っていいですよわ,わぼりを、ね、触っていいですよみたいな、うん、わぼり触ったら冷たみたいなでももらはすごいそこで盛り上がってたりして、うん、中野君にはなんか店長の振る舞いでなんかわからんけど2人ついたんよ 2>,、うん、2人女の子もうななんて言う言い方ちょっと悪いがユンボダンプみたいなその。 あのコルクの線抜く人のあの腹の、ぶとんの音のユンボダンプ。だから中野くんも大きいから、三人でも。うっぽくえいしたよね。そう、トリオのユンボダンプみたいな。トリオのユンボダンプ。ゴッドタレン。トやんで、俺は、俺についた人はいたって、普通にに見えたけども。バツイで、えっと、子供さんが二人いたのかな。で、なんか武勇伝ある、そしたら、もともとヤンキーなんです。あ、そうなの。あら、じゃ、嶋佐が誰か、ヤンキーの武勇伝あんのっつったら。武勇伝とかいうか、あの。 少年院に差し入れでチャンプロード持って行ったことありますって言ってた <laughs> 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 ありますって言ってたからこいつほんまにヤンキーなんやろうなとバイクの雑誌ねそ<う>バイクとかいろいろヤンキーが読む雑誌なチャンプロード嶋佐についた女性はむちゃくちゃ綺麗、うん、あそうもうみんな他の男もそのうちの女の子つい,いいなみたいな感じで目線で見ててほんで見せてて結構金払って、うん、でみんなでやっぱ言うやん男やからうん,うん、うん、やね嶋佐、うん、お前ばっかめっちゃ美人な人ついて。うん で、まあ、もぐらが、いや、俺、和彫りの女の子ついたぞ、みたいな、うん、で中野君も、僕と同じ体験の人ばっかしでした、みたいな、<laughs> で俺は俺で、そういうチャンプロードのエピソード、<laughs> 島さんお前、ないやねん、お前だけ得してるやんけ、みたいな、いや、うん、得してるかどうか知らないですけど、いかつかったっすよって、何がやねん、うん、あのシンプルに、あの実家で猫25匹飼ってる人、もう宮崎の人って、<laughs> そんなことかしなのかな。 多いですね猫猫匹はもうその人猫やんいや,いや猫ではないよいや人間の姿に変わって出てきてるだけやろいやそんなことないけど